はい、えー、チャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。イ,コインストラクターの金子健ですはい、えー、今回は名人、えー、戦リーグの超九段対林完傑八段の一局を、えー、徹底解説、えー、していきたいと思います。はい、えー、何服かに分けてやりたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは超、えー、さんのね黒番です。はい それ,それでは見ていきたいと思いますはい、はい、はい、ここからねもういきなり、えー、激しいことになりました、えー、これはですねまあ一応つなぐと滑りで打とうということですねはい 例えばこうなった時にこの覗きとね次の交換が効かしてるんじゃないかという一応主張ですねはいうん。まあ、例えばうーん白あの白からねこういう狙いをね消していますよねこうちょうど打てますからねはいそれが黒のメリットですよねはいなのでまあちょっとね次にくいということで白もこのように反発しました うん、はい出ててはいこれもね非常に難しいんですけどうんでこう当てましたねうんこれってこうやる手はえっ、ー、とあんまりうまくいかないでしょうかね うん、このあとそうですね5と打ってうんこれまあ抜かれてるねマイナスもあるんでねうんあんまり仮にこの白を取れたとしてもねうんあんまり成功と言えるかどうか微妙な感じですうんこういう手もあってねちょっと黒 嫌な感じがしますねはいずっと抑えられないですから、うん、仮にこんな感じで打たれてもねちょっと黒まずいですね、うん、だから一と切る手はちょっとなさそうですなのでこうやりましてはいはい、うん、こ,のこの辺りは必然でしょうかねはいでした 曲がったと、はいえー、ここでまあ単に切るとかつなぐとかあるんでしょうけど、うん、ここで工夫したっ手が見られましたね。こうかけツぎましたね。はい、まあこうやったらこう伸びますからね。はい、こう、まあ、結局こうなって。 はい、切ることになるとつな、まあ、ぎよりねこっちにある方がいいという判断ですねはいでこのように進みましたはい黒もずっとオしててうんで取ったとはい、えー、解説のね、えー、本木克也八段はこの抜きがどうだったかと言ってますねはい えーとここを押してもう一個押してこうかかりに先着したいと、うん、という解説ですね、うんど,うん、どちらがいいのかね難しいところですけど実戦は抜い,抜いて、ね、厚く打たれました、うんはい、これはどちらが、ね、いいいい別れなんでしょうかね うん白も持っても打ちたいと思いますしまあ黒もねはいそれで白はここに打たれましたうん白を持ってもいいような気もしますしはいということは互角なんでしょうかねうん、はい、この後黒はこ,ここに打ってということではい うん、こういうとこね、曲がりもね、結構、えー、いいとこなんですけどね、うん。この子ではあんまり曲げは重視してないかったでしょうかね。はい。じゃあまあね、こんなところで、えー、この続きはね、また明日やりたいと思います。はい。じゃあそれでは、えー、こんなところで終わりにしたいと思います。はい。えー、じゃあ、<laughs> すいません。ぜひね、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。 それでは、えー、失礼します